to FMYY. 힘내자 고베 FMYY. FMYY 将是你的知心朋友。頑張ろう神戸。In dieser schönen Einkaufspassage im Stadtteil Nagata von Kobe befindet sich der Takatori Community Center mit dem Studio von FMYY. Der Takatori Community Center ist ein Zusammenschluss von mehreren nicht profitorientierten Organisationen, die alle dieses Großraumbüro nutzen. Eine dieser sogenannten NPOs ist FMYY mit seinen ca. 100 Freiwilligen und 5 festen Mitarbeitern. FMYY のラジオ放送だけではなくてイベントをしたりとかホームページを作ったりとかトラブルが起こったらみんなと一緒に解決をしていったりとか他の団体と のコラボレーションしていくや事業を進めていったりとか、これ8分で決まってるんですね。Die Mitarbeiter von FMYY regeln die Technik und unterstützen die freiwilligen Produzenten bei der Vorbereitung ihrer Sendung.Werfen wir nun einen Blick auf die Geschichte des Multikulti-Community-Radiosenders. Das ist Hiroshi Kanda.Pfarrer der Takatori-Kirchgemeinde. Er fotografiert hier gerade den Wiederaufbau des Kirchgebäudes, 11 Jahre nach der Zerstörung durch das Kobe-Erdbeben im Jahre 1995. Nach dem Erdbeben entstand hier das Takatori-Nothilfslager, dem Ursprungsort von FMYY. Das Takatori-Nothilfslager war in den Tagen nach der Katastrophe vor allem ein Anlaufspunkt für die in Kobe lebenden Ausländer.Eine besondere Rolle spielen die vietnamesischen Gläubigen. 78年に終わってるから戦争がね。1980年最初に家族が一つの家族が入ってきたのかな。一人がまあ一つの家族が入ってきて、で二つの家族が三つの家族が、それでみんな自分の親戚とか兄弟を呼ぶのよ。こっちおいでこっちおいでって言って、で教会でまた集まれるぞって感じで、うわーっと言って、そこに地震が起こって、最初の1週間はここがこう燃えててね、燃えててってもう燃えてないんだけど、なんか戦争の後みたいで、で人が死んでる、多分死んでるよね。何が起こったかっていうのを日本人も全然分かんなくて、神戸には地震はないっていうふうに思ってたから、突然こう全てが潰れてしまって、みんなボランティアする以外に何もできなかった。電車も走ってないし、車も通らないし、電気もガスも水道もなくって、本当にあの川に置いてこうやって洗濯するんだよ。ですぐもうね、向こうの方でね、もう3つ火がついてた、家が燃えてた、でそれがずーっとこう燃えてきてね、こっからね、向こうは全部燃えたからね。たくさん割にベトナム人がたくさんいると、やっぱり何が起こったかわからないから、知り合いのところにこう集まるでしょ、そういう神っていうような、カトリックはカトリック信者はそういったところに何が起こったのかって聞きに来たりなんかして。高取はあそこ広いでしょ。神田さんは教会を建てるより前に、もうここを何にでも使ってもいいからって言ってくれたから、でここの教会の中に NGO センターも作ろうと、で地域の人たちも一緒に街づくりしようって言って、
みんな心に決めて、はい、でこうやって工事が始まった、うん、外国人にこう最初情報をどう伝えていくのか、あの日本語だらけの中で、ベトナ日本語がわからない人たちがたくさんいるのでね、でその人たちにどう情報を伝えていくのかっていうことを、まあ、最初一生懸命やってたんですけどね。ラジオ配られた、あ配られた、うん、たくさんみんなあの配っていってって言われて、でラジオはやっぱりあのすごく便利なのね、合わせれば聞こえるから、お年寄りでもできる、あのインターネットの操作しなくてもいい、チャンネルさえ合わせば OK だから、すると同じチャンネルを合わすと日本人も朝鮮の歌を聞くのね、コリアンミュージック、コリアンラングジュ、それがすごくね、あのショック。一番大きかったことっていうのは、震災情報を多言語で伝えたことよりも、むしろふるさとの言葉、ふるさとの音楽、ふるさとの漫才をラジオで、スイッチを入れたらラジオで自分の街からこうやって聞こえてきた、それも震災っていうものすごい不安な時にそれがこの社会の中から聞こえてきたっていう、それこそが一番 FMI が果たした役割だったというふうに FM Weiwei blieb auch nach der Katastrophe noch weiterhin bestehen und wurde genau zum ersten Jahrestag des Erdbebens als offizieller nicht kommerzieller Community Radio Sender anerkannt. JOZZ 7AE FM. こちらは FM Weiwei です。神戸市長田区海運町のカトリック高取教会の敷地内に設置されましたスタジオから、周波数 77.8MHz でただいまから放送を開始します。まあ、この地震をバネにしてですね、まあ、一緒にね、日本人もベトナム人も、韓国の人も朝鮮の人も、フィリピンの人も、みんな一緒に、長田の街を作っていけたらいいなと。您现在收听到的是 FM YY。Poligami Sabinoy Rapid 77.8MHz FM YY of YCDJ Maria. Hello there, this is Bernard Farbing of Soundways. Hope you stay for next hour and enjoy the program. FMYY のスタジオです。今待ち合い聞きなみきタイムの木曜日が始まる。なめくじのろのろ何ぬねの何ぬりぬねって何ねばる。はい、元気出しなさい。田村孝子です。ボランティアを、この FMYY のボランティアをして今年で6年目になります。目標としているのは障害者、視覚障害者とか、そういう障害を持っている人たち、それもやはりそういうあの国と国とのバリアフリーではないけれども、そういう視覚障害とか身体障害者の人たち のテーマにして、こういうあのそういう人たちと接しながら、こういう人たちもいるんだよみたいな紹介とかできたらいいなとか思って。皆さんこんにちは。10月11日火曜日午後2時を回りました。これからの1時間どうぞのんびりお聞きください。私も視覚障害者なんですけれども、あのいろんなことで伝えていきたいことがたくさんあるよねっていうこと、あのとりあえず家にこもってないで一歩出てみませんかっていう、あの呼びかけをしたいなと思って番組を始めさせてもらったんです、うん、その電磁ブロックに向かって歩いてると、うん、あの駅から落ちたりそんなことがあるんですよ。あの視覚障害者の人はね、10人にね、9人がね、落ちてるんですよ。ホームから転落。
だからね、この間も友達がね、あの地下鉄で、いつも。Auch die Medienbildung spielt bei FMYY eine wichtige Rolle. So haben junge, ambitionierte Nachwuchsmoderatoren hier die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. なななななもうなんか ファンがいるの？いや、ファンいないんじゃない？え？ないよね。こんにちは、南の風、沖縄編の時間です。今日は私 Okinawa ist eine Inselkette im Süden der japanischen Hauptinseln und war bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts ein selbstständiges Königreich. 今日も1時間音楽、沖縄の最新情報と音楽をたっぷりお届けしますので、どうぞお付き合いください。で、なんかDurch politische und wirtschaftliche Probleme verließen viele Okinawa ihre Heimat. In der Sendung Wind des Südens stellen einige von ihnen die Besonderheiten von Okinawa vor, wie Sprache, Essgewohnheiten und Musik. Einen ganz besonderen Charme hat die Seniorensendung Nene, die fast ausschließlich von Rentenempfängern produziert wird. Die Live-Sendungen entstehen völlig spontan, ohne Vorbereitung, denn alle sind äußerst redegewandt. Im Studio von FMYY wird lebhaft und lautstark diskutiert über aktuelle Tagesthemen in Nagata, Japan und dem Rest der Welt. Nene の魅力はね、難しいな。まあ、みんな人がいる。Nach der Sendung kochen die Senioren japanisches Curry in der Küche des Takatori Community Centers. Deutschwein, ihr redet Maske? Mottainai. Deki Maske, ja? どうですか今日のカレー？美味しいですよ。すごい大盛りだった。いわゆる仮設の代わりにね、仮設のフェンス代わりに置いといたね。ああね。シャープ抜いて、ソニーがトップになったでしょ？そんな話。一番大盛り取ったやん。Nach japanischem Gesetz muss jeder Radio- und Fernsehsender ein unabhängiges Bewertungskomitee haben. 話の内容早く聞きたかったせいかなって思いましたけど、それと喋る時間的と BGM のほんまに最後もかなり長かったんで、あれも少しちょっとコメント見ながら BGM をスッと流れて最後にスッと終わる。要はその番組の質を上げていきたい、だから我々はもう常に言ってるのはその聞き手側に回った番組作りをやっぱりやってほしい。作り手側があのいくらいいものを出してきても伝わらないとメディアの意味がないわけで、We're gonna kick off FMYY. Stay tuned to 77.8. Viele Forscher und Interessierte besuchen den Takatori Community Center, der in Japan landesweit bekannt ist als einzigartiges Beispiel eines Zentrums für Integrationsarbeit von Minderheiten. FMYY ist sozusagen das Sprachrohr dieses Zusammenschlusses von 9 nicht profitorientiert arbeitenden Organisationen, die größtenteils aus dem Erdbeben entstanden sind. この辺はパソコンサロンと言いまして、
毎週子どもたちがやってきてパソコンを自由に触れる場所です。サロンに来てる子どもたちはもう結構みんなやりたいことをやってるんですけど、ある子はアニメーションって言って漫画みたいにアニメを作っていく活動をやっていたり、あとはただインターネットでなんかアイドルのページを見たりとか、なんかゲームをやったりとか、あと絵を描いたり。充血してるよ。いやいやな。ほら、かわいいやろ。こういった活動の中から、ここにないですけど、このカメラと同じようにこのビデオカメラを使ってですね、映像作りの活動なんかをしていて、そのうちの一つがこの間、東京ビデオフェスティバルで大きな賞を取ったりしてます。レモンは私の思ったことを全部載せたものなので、ぜひ見てください。まるでレモンみたい。外も中も日本人、絞っても日本人の汁しか出ません。ブラジル人に憧れる自分や、なろうとする自分、ふりをしている自分もいます。Trotz ihrer Meisterleistungen waren die Kids leider für ein Interview zu schüchtern. じゃあ行きましょう。やだよ、どうもいない。どんな事故させんねん。アパートまで言いましたよ。いや、お願いします、やめてください。お願いします、お願い、ほんまに。ツールドコミュニケーションは、まあ、インターネットとか、まあ、ビデオを活用して、在日外国人の子どもたちだとか、まあ、在日外国人の子どもたちだけではないですけども、まあ、マイノリティと言われている人たちがこう自分たちを表現したりとか情報発信をしている。Herr Murakami, Mitarbeiter von Tour de Communication und FMYY, arbeitet gerade an einem Videofilm im Auftrag einer Gruppe Behinderter, die an einseitiger Lähmung leiden. Er filmt hier, wie die Behinderten sich bei dem zuständigen Abgeordneten der Stadt beschweren über ein neues Gesetz betreffs der Behindertenpflegeleistungen. Das emotionale Wortgefecht endete mit einer Entschuldigung des Stadtabgeordneten. Frau Yoshitomi ist die Chefin des Sprachzentrums FASIL. Sie war schon bei der Gründung von FMYY dabei, genau wie Herr Hibino, mit dem sie jetzt verheiratet ist und eine Tochter hat. でただいまから放送開始します。一歩一歩復活時間神戸、みんなで頑張りましょう。多言語センターファシルは翻訳とか通訳とかをしてますね、うん、翻訳の登録をしている人がメンバーが400人ぐらいいるんですね、うん、でその人がお家でします。あーメールでやり取りをします、うん、日常的な生活の情報の翻訳通訳のお仕事が一番多いです、はい、私も FMYY のその外国語の番組のプロデューサーをしているので、うん、今日来てくださったのは、ファシルにインターンとして来てくださってます西浦太郎さんです。こんにちは。こんにちは。僕自身は3歳か12歳までドイツのハンブルクに住んでまして、うん、で、まあ、両親とも日本人なんですけど、うん、まあ、ずっとドイツの現地校に通ってて、うん、何かこうちょっと間違ったこととか一歩変わったこと言うと、あ、君は、まあ、日本人だからとかって言って、なんかこう壁ができちゃったりとかして。多言語センターファシルはその翻訳通訳センターとしてきちんとコミュニティビジネス、コミュニティの中に必要なビジネスとしてずっと事業をしてきたので、
外国人の仕事作りをして、日本に渡ってきて非常にその能力が高いのに、日本の社会が非常にその外国人にとっては厳しい社会で、非常にその低賃金の労働をせざるを得ない。でも翻訳とか通訳という力を、まあ、彼らは持っているわけで、それを、まあ、ビジネスにつなげて、まあ、外国人自身をエンパワーメントしていく活動なんかも合わせてやっています。グッデモルゲン、マイナミスト、ヒロシカナジ。高取コミュニティセンターとその地域の自治会っていうのはとても、あの、一緒にこう本当にネットワークを組んで活動していると。で、他のエリアの NPO と地域 の, その自治会っていうのはなかなかうまくできないんだよって。私はずっと思うのは、神戸は震災は大変だったけど、その後はちょっと特別なところになったと、うん、特別な中と。いうか、やっぱりみんなね、みんな被災して、でみんなそれぞれ苦労してる、大なり小なり。だから行政もすごい努力したし、うん、で住民市民も努力した。でそれを支えた専門家であったりボランティアでもあった、うん、なんかそういうのがやっぱみんなこう寄り集まって、だからまあそれから当然高取コミュニティセンターは地域とやっぱりこうお互いにこう交流してやってる。Ein Beispiel der guten Zusammenarbeit zwischen dem Takatori Community Center und den Bürgern des Kobener Stadtteils Nagata ist das jährliche gemeinsam organisierte Sommerfest. Das ist der Waffelbäcker Herr Yamamoto. So. これでこれを作る。Nach eigenen Aussagen fand er über FMYY Kontakt zu seinen philippinischen Mitmenschen. アクセントといいますか、こう喋りが面白いんですね。で思わず聞き入ってしまって、ほんである日突然ね、あの番組見せていただいたんですね、番組生放送ということで。まあ、ああ言ってね、ちわーなかなか面白かったんですけど、インターネットで聞いてる人、地域で地域、あの電波でこの地域で聞いてる人、いろんな人聞いてますけども、うん、1万人ぐらい聞いてる番組もあるかもしれないし、たった5人ぐらいしか聞いてない番組もあるし、地域の中でね、あのワイワイを聞いてるっていう人も、まあ、もちろんいっぱいいてくれるけど、それワイワイに今まで出たとかね、あの出演したことがあるとか言ってくれる人がすごい多いんですよね。あのこの地域のね、子どもたち、小学校の子どもたちと一緒に、あの、まあ、実際自分たちが住んでる町の魅力をね、探検してビデオでニュースにしていこうっていうことをやってて、ここのね、地元にある、韓国、朝鮮の文化にみんなを探す、みんなで探してね。すいません、申し訳ないです。はい、なんかわからんこととか見て、何かわからなかったら、食べ物の名前も教えてもらおう。韓国とか中国とかベトナムやったらな、明日の方が、お正月としては明日の方が盛大にするお正月やねん。タゲタゲタゲアップアップ街を作るときに、どこも同じようにケンタッキーフライチキン作って、マクドナルド作って、でミスタードーナツ作って、スターバックス作って、したって、どこの駅降りても同じでしょ。じゃなくて、ここは違うっていうのを出していった方がいいよって。例えば永田神社前商店街だったら、この永田神社っていうのはどこの駅行ったってないから、永田神社に行かないとこの永田の森とか、そういうあの白百合の木はない。地震があって、
まあ、6400人ぐらいの人が亡くなって、うん、たくさんの犠牲があった、うん、で私らやっぱり地震そのものには勝てないじゃないですか。負けてしまう、うん、今でもまた地震来たらまた家潰れるし人が死ぬし、うん、負けてしまう、うん、なかなかそういうことでは勝てないんだけど、うん、でもその地震がの後ね、やっぱり生き残った私らでね、もっとやっぱり地震に強い町を作るとか。Damit die Menschen in Kobe in Zukunft besser auf ein Erdbeben vorbereitet sind und um die Erinnerung aufrechtzuerhalten, berichtet Frau Kim von FM Waiwai an Grundschulen über die Katastrophe. それはなぜかっていうと、1995年の震災、大きな地震ありましたよね。皆さんまだ生まれてない人もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけれども、その時に言葉に困っている人がいるんじゃないかなと思ったあるところから始まりました。もっとマイノリティのことも考えることも大切なん、必要、街づくりに対して必要なんじゃないかなっていうのがここで来て思いました。日本って多数決っていうのがあるんです。例えば何かしようっていう時に多くの人がやろうっていうことが大切なんだというふうに僕は思ってたんですけども、ここに来たら、いや、時にはこのマイノリティの人たちのことも見てみようよだとか、とまあ世界中どこでもそうだと思うんです。なかなかそのマイノリティの声って届きにくいんだと、ですからそこを例えば FMYY っていうのはその声をこうできるだけここのラジオを通して伝えたいと思っているのが FMYY だと。みんなが住みやすくなってほしいので、言葉は入り口ですね。言葉の問題だけではないと思います。そんな外国人のコミュニティは固まる必要がない方がいいと思います、うん、日本語も覚えてほしいし、ただ新しく来た人にはまた日本語を覚えるまでやっぱり情報はその国の言葉で伝えることも必要だと思います、うん、日本ってね、すごくね、1980年終わりぐらいからね、バブルが崩壊してね、で今まで経済でやってガーン落ちたでしょ。風よ国を越えて、風よ吹け、風よ人に届いて、ね、もう何かこうね頑張ってきたのはいいけど、何かこう忘れたものがあるような気がしてたのね。で、なんか人との付き合いも悪くなってきたしね、変な事件も多いしね。で、そんなことやってて、で地震があったのよ、1995年にね、はい、で、ある時にいろんな人がこう入ってきてくれはったわけでさ、それでもういろいろいろんなことがあったのよ、出会いがね、はい、で、あの時にみんな思ったのね、いや、 やっぱりね、日本もね捨てたもんやないって、素晴らしい人いっぱいいるって言って、私も思ったしね。でも今はなくなった、それはだんだんね、でも私らその時に見たねもの、人の優しさとかそういうものがね、あったんやって体験したわけでしょ、あったって、でそれをねやっぱりそういう街づくりをね夢見てるね。でもだんだん10年経つとね普通に戻ってくるのよ、でも普通に戻ってくるんだけど、もうあの時に見た夢はね、もう私は忘れない、なんとか続いたこの10年、FMYY を続けて10年と、そしてこれからも続くだろう、FMYY に乾杯。Zum 10. Geburtstag von FMYY im Jahr 2006 singen die Aktivisten des Takatori Community Center das Lied Nagata, durch dich geht ein Wind. Das Beispiel von FMYY zeigt, wie eine Katastrophe die bestehenden Verhältnisse durcheinander rüttelt und somit den Menschen eine Chance zur Veränderung gibt.